クラフトの意味がわからないから手を出さないってうちらっぽいよね。うちらっぽいよね。意味わかんなくても別に多分飲むじゃん人は。いやそうなんだよ、めっちゃうちらっぽかったよね。ね、怖いわ。永井美智香とシャンユー、創作なひらめきを求め夜な夜な集まり作業するのは神保町ブックセンターボックス席の深夜2時。誰かの小さな気づきが社会をクリエイティブにするクラウドファンディングのように、小さな疑問や好奇心を引き寄せてたら思わぬアイデアが湧き出るかも。この番組はクラウドファンディングプラットフォームモーションギャラリーがお送りしています。今夜も創作のひらめきだったり、そのヒントはモーションギャラリーで実施中のクラウドファンディングに潜んでいるのではという観点から、和歌山県のノムクラフトブルーイング、クラフトビールのプロジェクトについて、ハッシュタグクラフトビール、ハッシュタグここでしか作れない〇〇、ハッシュタグ公共建築物の利活用の3つのハッシュタグを起点にあれこれおしゃべりしてきました。今回ね、シャンユーさんの最初のビールとレモネードの組み合わせの話がきっかけでしたけど、なんかここまで話してきてみてどうでしたか？なんかやっと分かったね、ちょっと。あ、クラフトビールちょっと分かった。うん。でも結局全部はクラフトしてるんだよね。そうだね。うん。でもやっぱうちらはちょっと大人になるためにクラフトビール結構必要かもってことが分かった。分かったね。うん、よかった。一歩前進。ね、クラフトビール一つとってもね、そのなんか作り方の工程も全然違うし、そのこだわりとか、ちょっとハッシュタグでは触れられなかったですけど、ハッシュタグ移住のところで考えてたのが、やっぱりビールって水が大事なので、結構水がきれいな場所に移住してビール作りを始める。やっぱそこが結構醸造所を建てる場所の大事なポイントだったりもするみたいで。へぇー。うん、本当にシンプルなもので作られてるから、材料についてね、皆さんすごくこだわりを持ってやられてるんだなというのも、特徴のある飲み物なので、ペアリングのこととかもね考えて話せる。なんかさ、下北にさ結構流行ってるクラフトビール屋みたいのあるじゃん。あんの？そう、なんかいつも混んでるなっていうお店。あのさ、新しくさ駅前なんかいろいろなってるじゃん。うんうん。その辺？いや、もうちょっと、王将の方。あ、もうちょっと王将の方？そう。全然王将の方、三茶に行く途中くらいに。へぇ、あるんだ。なんかあんのよ。すごい賑わってて。へぇ。なんか何回か入ってみたことあるんだけど、それこそこう、黒板にバーっていろんなクラフトビールの名前が書いてあって。あ、そう。てか、やっぱそんな種類あんだ。そう。すごかったの。へぇ。良さそう。よかったよ。で、ちょっとこう、なんだろう、素人でも分かりやすいように、こう、苦味が強くて、とか。はい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 。これは酸味が強くて、とか。だから、コーヒーと結構似てんのかもなって、グラフみたいなさ。確かに確かに。あ、でもさ、なんかよくさ、お中元じゃないけどさ、ギフトボックスみたいのとかってさ、うんうん、クラフトビールのなんか入ったギフトボックスって結構あるんだけどさ、確かに、うんうん、そう、私もなんか人に送ったことあるんだけど、やたらめったコーヒーとセットだったんだよね。あ、じゃあそこちょっとあんだね、なんか。やっぱなんかちょっとあるかもしんない。なんかなんでこんなコーヒーとなんかセットのやつが多いんだろうって、その時あんま何も思ってなかったんだけど。うん。でも言われてみれば、あ、そうかもって思った。なんか親和性あんのかもね。そうだね。うん。すごい今思い出した、話聞いてて。このなんかつながりも調べてみたい。ね、面白そう。ちょっと気になる。多分、永井さんが話してたの、下北のカノンブルーイングだったかな。結構駅から三茶の方に歩いてった方にある。流行ってますよね、あそこ。流行ってます。なんかいろんなお店とコラボして。へぇー。オリジナルのクラフトビール作ってる。そうなんだ。人気店。
いいな。なんか旅行先とかでさ、あるなーって思うけど、うん、そのそれこそ何がクラフトなのかわかんないから。ああ、わかるわかる。そうだったら日本酒でいいかなとかで日本酒の方を選ぶことが多かったんだけど、うんうん、私もなんかクラフトの意味があんまよくわかんなくて、うん、普通のそれこそコンビニとかスーパーとかで売ってるビールと味とかは変わらないけど見た目がおしゃれなだけみたいな、はいはいはい、勝手なイメージがあったから、だったらあんまり多分飲めない気がするからやめようみたいな、うんうん、そうご当地ビールとかみたいなやつとかもあんま飲まなかったけど、結構今日聞いてたら全然違うからね。ね、次から手出せそう。うん、出してみようって思ったな。思った。すごい、でもこのクラフトの意味がわからないから手を出さないってうちらっぽいよね。うちらっぽいよね。意味わかんなくても別に多分飲むじゃん人は。いや、そうなんだよ。めっちゃうちらっぽかったよね。ね。怖いわ。怖い怖い。そんなね、あの、お二人に結構ね、いろいろまだね、話せそうと思ってるんですけど、そろそろね、いい時間にもなってきたな、というところで、ハッシュタグ、起点に話してますけど、ハッシュタグはこう、クラウドファンディングのプロジェクトが実現するクリエイティブな価値観であったり、アイデアがこう、表されたワード。なので、こう、他の人も触発されたり、なんか活動のヒントになったりするワードになってくるかなと思ってて、今、実際は3つ、ハッシュタグで話しましたけど、もう一つ入れて4つでもいいんですけど、永井さんとシャンユーさんがこう最もなんかクリエーションのヒントになりそう、これ結構ビビッときたなみたいなハッシュタグ一つちょっと2人で1個今夜のおしゃべりのまとめとして選んでもらえたらなと思うんですけど、どれでした？私結構あのあれかも、ここでしか作れない〇〇。同じね。やっぱあれが一番盛り上がったよね。なんか盛り上がったし、あーやっぱ考えてること同じだなとか、うんうん、これだと確かに可能性あるなみたいな広がりあった気がした。面白かったね。なんか実際さ、私たちが作るっていうことはさ、別に直近でそういう予定でないけどなんかでもこういう何と何を掛け合わせてみたいな科学っぽいこと考えるのって面白いよね。面白い。あと、あ、確かにこれそうだったね。例えばそのトマトジュースとビールでとか、確かにありそうだったみたいな意外とあって、うん、そう、それもなんか面白かった。そうね。ということで、じゃあハッシュタグここでしか作れない〇〇が今夜のベストハッシュタグだったかな。はい、優勝、優勝ナンバーワンということでね、今夜はノムクラフトブルーイングのクラフトビールのプロジェクトに創作のヒントを求めておしゃべりしてきました。このノムクラフトのクラウドファンディングはこのエピソードが配信される前夜の9月25日水曜日までだったということで、現在はこの配信時点では終了しているんですけど、まあその有田川町の現地を訪れてみるのも面白そうですし、あの取り扱いのあるお店だったりとか、あとイベント出店でいろんなそれこそフェスとかに出してるみたいなので、こう実際に飲める機会もたくさんあるんじゃないかなと思います。ぜひあのノムクラフトさんの SNS だったりホームページ、あとクラウドファンディングのページにも少しちょっとイベント情報載せてくださってるのでチェックしてみてもらえたらなと思います。というところで、番組ではね、リスナーの皆さんから最近気になってることだったり、二人に聞いてみたいこととか、感想などなど、投稿募集しているんですが、ここでね、ちょっとリスナーさんから長年気になっていることについて投稿が届いたので、紹介したいと思います。あら、何でしょう。タマナンバーさんからの投稿です。夏のお出かけ先では好きあらばソフトクリームを食す私ですが、やはりソフトクリームのスタイルはカップではなくコーンでありたいと思っております。居酒屋や野球場で飲むビールは缶ビールではなく生ビールでありたいのと同じように、しかしコーンスタイルの問題は味覚としてのソフトクリームとの思い出が最後に口にするコーンとなってしまうことです。スタイルとしてはコーンスタイルでいきたいけど、味覚としての思い出はコーンで終わりたくない。わがままであることは重々承知しているのですが、なんとか両取りできる方法がないものか長年思案しております、という長年気になっていること。かわいい悩みだな。かわいい。どうなんだろう。私全然アイス食べないのね。食べなそう。そう、私はソフトクリーム大好きなんだけど、これ気にしたことなかった。でもさ、
なんか私はソフトクリームで気になることってなった時に、うん、先にコーンからかじるのかアイスの部分からかじるのかを気にしてるんだと思ったの、勝手に。はいはいはい。じゃあそしたらさ、あのたい焼きの頭から食べるか尻尾から食べるかみたいな感じでね。ああ、なるほどね。そうそう、そういうノリでどこからかじるかを気にしてるんだと思ったら、最後コーンで終わりたくないっていう話だったから。アイス、このソフトクリームで考えたことはないけど、うん、確かにその定食とかで海鮮丼とかもそうかな、その最後の口何味で終わるかって私も結構考えちゃうタイプかも。あ、そうなんだ。え、海鮮丼だったらさ、何味で終わりたいの、理想は。なんかまあ、イクラと、例えば、なんかサーモンとかのこう、切り身があるとするじゃん。切り身、イクラとかだったとしたら、なんか、お腹空いてるから、まずイクラごっそり食べたいんだけど、でも、最後、イクラ食べたくなる可能性あるな、みたいなので、うん。どっちだ、イクラって。で、それで結局、なんか最初と最後に食べれるように食べちゃったせいで、うん。イクラを目いっぱい頬張れないまま海鮮丼が終わって、やっぱどっちかって腹くくればよかったってなる。ちょっと待って、大丈夫？今の話。すごい意味わかんない。いや、それさ、牛丼屋さんとかでさ、うん、すごい調整してご飯がいっぱい残らないように食べててさ、はい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 、みたいな話ってよくあるじゃん。あるね。え、でも別に私はあれ、お肉のそのつゆ、うんうん、つゆがいっぱい部分のご飯さえ残しときゃいいんじゃねえのって毎回思うんだけど、そういうわけじゃないですよ。あ、そうか。そう、だからなんかそのお醤油とわさびがいっぱいかかった部分のご飯さえ残っとけば別によくねみたいな話ではないってことよね。ないんだよ。その食べれないわけじゃないんだよ、もちろん。うんうん。だけど、その多分この玉ナンバーさんもそうだと思うんだけど、うん、一番美味しいが一番最後の瞬間にあってほしいっていう願い。あー、その牛丼の汁をまとったご飯も確かに美味しいし、それだけで食べれるけど、でも牛肉と一緒に食べてる牛丼の状態が一番美味しい瞬間なんじゃないのっていう。なるほどね。一番美味しい、一番まあ言っちゃえば好きみたいなものを最初に一気に食べたくない派なんだね、玉ナンバーさんもみじちゃんも。そうかも。うん。あー、私と逆だわ。あ、そう、最初に行きたい。私好きなもの最初に全部食べたい派だから。あ、そう。でもさ、それってさ、なんか好きなものからなくなっていくわけじゃん。そうだよ。でさ、その好きなものなくなった後のさ、ご飯さ、寂しくなんないの？え、寂しくない？なんかさ、え、だってさ、好きなものだけさ、残しといてさ、ちょっとお腹いっぱいになっちゃった時にさ、あー、あるね、その失敗。うん。あ、そう、私あれが嫌で、もう超お腹空いてて食べる一口目は、すごい好きなものの方が幸せじゃない？いや、とってもわかる、その意見も。なんかすごいその正しい意見だなって思う。でしょ？だから別にさ、なんかちょっとそう、自分にとってはそうでもない、なんかランキング5位ぐらいのものとかさ、うん、別に残っててもよくないって思っちゃったな。まあね。これ永遠にいけんな、この話。いけるわ。この話してたらね、ちょっとお昼になっちゃうので、もうね、そろそろね、空明るくなってきたんで、そろそろね、一晩喋ったところで一旦みんな家に帰ろうと思いますので、はい、このあたりでね、今夜のところは帰ろうかなと思います。そうだね、帰った方がいいね。うん、帰るが賢明だわ。うん、タマナンバーに悪いわ。でもなんか、うん、そうだね、タマナンバーさん、ごめん。うん、ごめんね。うん、ほんと申し訳なくなってきた今。うん、だからこれはもうだから無理ってことだよね。そうだね、この問題っていうのは永遠に多分解決しない。もう無理。うん、どんまい。すまん。うん、ってことでまた会おう。そうだね、また。また会おう。じゃあみんなバイバイ。バイバイ、おやすみ。おやすみ。番組では皆さんの感想や最近気になるトピックを募集中です。ぜひハッシュタグボックス席の深夜2時をつけた SNS 投稿や番組概要欄にある専用フォームへの投稿をお願いします。
そして Spotify や Apple Podcast での番組フォローとレビューの投稿もお待ちしています。また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にてリスナー会員もしもしーずの皆さんと番組クルーでエピソードの感想や気になるトピックについてシェアしています。最新エピソードをいち早く聞けるアーリーアクセスやここだけで楽しめるボーナスエピソードなど盛りだくさんです。もしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんのご参加お待ちしてます。